さあ解説のお会さん、ですね、まあ、このスタンダード環境かなり今健全だと思うんですが、はい、まあ、毎週いろんなデッキがマジックオンライン等で出てきているということなんですが、そういった認識でよろしいんですかね。そうですね、でも、うん、この MOPTQ の結果 5-0 リストはまあランダムなやつなんですけど、うん、大きなマジックオンライン上のイベントでは、まあ、結構ゴルガリとあとジェスカイコントロール、まあ、この2つはちょっとシェアが高くて上位に多く入手してるんで、うん、まあ、僕は、まあ、この2つによって環境がちょっと定義されている、まあ、やや二強状態かなっていう認識ですね、うん、なるほどなるほど。さあそしてこちらのフィーチャーマッチでは高橋優太選手対佐藤玲選手の試合をお送りするんですが、高橋選手がゴルガリミッドレンジ、そして佐藤選手がボロスアグロということですね、はい、このボロスアグロはかなり、まあ、その名の通り高速ビートダウンデッキと思って大丈夫なんでしょうか。これはそうですね、一般的な、まあ、マジックオンラインのイベントで名付けられているボロスアグロのリストに比べるとかなりめちゃくちゃ軽く構成されているんです、うん、そうですね、まあ、白ウィニーの延長みたいな感じになってますね、うんうんうん、なんで一般的なボロスアグロのイメージよりも早いかなっていう印象です。あ、でもこれは佐藤さん、そうですね、ダブルマリガンになって、そうですね、これはちょっと厳しいですかね、うん、さあもう間もなく、準々決勝ですね、スタートするかと思います。はい、さあ勝負は日本選手となりまして、予選順位が高い方が、先攻後攻決定権あるということで、高橋選手がおそらく先攻からスタートかなと。そうですね、多分結構先攻も大事そうなマッチアップ、かなり後手でこの枚数差だと厳しくなりそうですが、どうでしょうかね。一マナで高が出てきましたね珍しいですね、やっぱり一マナが非常にたくさん入ってるんで、こういう回避能力持ちはやっぱり強いんでしょうね。なるほど。これはパッと見ランドも止まってしまっているし、のしげみ歩きで高橋さんがスタートしているんで、非常にライフ水準も上に押し上げられそうなんで、かなり厳しそうですね、うん、あースップしてますね。2体目を出しましたが、これで探検されるともうライフが削れなそうですね。2回で26までいってしまった。26でマイナス1、25ちょ黒マナを探してるって感じでしたね、うん、今回もセットランドがフォルツだったんで、それですがもうダメージレースがめちゃくちゃになって、うん、4-3と3-5で、とこれは何もせずとも積んでるかもしれないです、うん、黒いスペルは捉えなそうですが、しばらく、まあ逆に探検クリーチャーがいると見た感じ、とりあえず黒い、うん、高橋さん1、2、3、高橋さんも今8枚だから、うん、こっちもマリガンしてたんですかね、一応は。そうですね、あ、一応ランドがないんで、さあさらにまたそうですね、ブロッカーを出しながら一応ダメージを稼ぐって感じですね、うん、まあ招集の追放除去が手にあったように見えたんで、まあチャンプブロックして次打ってのしげみ歩きを除去して、うん、まあライフスイージもなんとかって感じになりそうですか。4点の方をプリベントしに行きましたね。で黒マナが依然として決定いないので、なんか意外とゲームになるかもしれないですね。意外と手札には暗殺者の戦利品、そして、チュパカブラ、ね、そうですね、あ と多分氷炭球者ブラスカが2枚なんで、これ黒マナ引いても大して強くないんで、うん、リングでもう1回ちょろまかして高2点ゲインずつしていくんで、うん、まあ、2点対あそっかライフリンクトークも出てきたんで4点対3点ゲインなんで、まあ、レースは有利まであれ、あレイキョンランディングで、あ、まあ、土地ですね、もはや土地ですね、これはありがたい、素晴らしい、まあ、3点減してんでまだライフ水準も余裕あるし、まあ、1マナは出てくるし、 さらにここでMGQ の鳥の方も入ってるんですね。すごい、はいはいはい、おお鳥スペシャルまくりそうですね。黒マ、あ、しかもタップインですね、どうせ戦利品しかないから唱えてもしょうがないか、うん、でライフリンクがこんなにいるともうちょっと地上も一体を立たせないとあかんし、どう殴ろうかなというところですね。さあ佐藤選手、土地が1枚からかなり展開してここまで来ましたね。そうですね、2枚しかない、うん、バークリーチャー5体いますからね、すごいですよねなんならランド1枚しかセットしてない、うん、これは凄まじいですね、うん、さあまだこの能力が使われることはなさそうですが、とにかく土地が嬉しい、ランド自体が嬉しいですね、うん、すごいランド切り詰めてるデッキなので、もう概ねランドになる換算でデッキに入れてありそうですね、うん、でどっちで殴るかなといったところですかね、うん、クロックは 4-3 の方が大きいですが、 3-5 の方が除去られやすいカードだと思うんで、ね、まあ、除去をケアして 3-5 で殴るかどっちにしようかなというところですかね、うんうんうん、おそらく
追放除去を打たれてしまうときに、まあ、レインジャーが立っていたら、うん、まあ、でも結局飛んでるからの茂みある手を除去しそうですね、うん、2マナの探検クリーチャーは2種類で8枚あるので、まあ、結構入ってますからね、うんうん、どうするか。さあ、このこんなにバチバチやり合ってるの、うん、まだライフ20対20の面白いですね。さあしかしかなりここで攻撃悩んでいる感じでしたが、レンジャーで行きました。まあ除去食らったらもうしょうがないだよということですね、うん、まあ、向こうもリングを打つためにクリーチャーをタップしなければいけないんで、でこれ黒マナが出ましたが、これはタップインと、まあ、どうせアン、トロフィーなんで、まあ、そんなに強いスペルでもないんで、うん、もう一枚黒マナが来てチュパカブラが出せると、まあ、もうちょい耐えれそうですが、かなりも展開されてしまっているし、飛行クリーチャーは基本的にゴルガリミッドレンジャーかなり止めることができないとか、まあ、メインデッキに入っている可能性があるとしても5マナ6、6のデーモンだけなんで、まあ、この3点クロックを止めるのはかなりお願いいますね。1体だけだったら単体除去のカードが多いんですが、こうばらまかれてしまうと厳しいですね。そこで赤白ランドを引いた佐藤選手ですが、もうちょっと悩んでますね。多分リングを使う時の消臭コストとかで、まあ、展開してからどう出そうかなというところですかね。結構まだスペルはありそうですね、うん、まあ、まあ一応高橋さんも黒魔のセットしたということで、佐藤さんもまあこれから黒いスペルを打たれるから、うん、まあ、まだまだそう有利でもないだろうなという感じになっているんで難しそうですね、うん、どの程度レースをしに行くか。さあ佐藤選手のクリーチャーどれも1、1とかなり小粒なんですが、ライフリンクがついてる。あー、6層ドン。なるほどなるほど、ドドーン、一気に飛行クロック6点になったんで、うん、これは強烈ですね。そうですね、でこれで6層ドンを使いながら消臭リングでのしげみ歩きを除去する感じでいきましたね。ライフも回復させないんで、さあさらにリングと、これだと全然クロックが止まらないし、ライフも持たなそうですね。しかもダブルシンブロのグラスカの侮辱を引いてしまった、これはもう戦利品しか打つカードがないですね。これは高橋選手かなりまずい状況、これはもう場でクロックを止める手段がかなり遠いですね。チパカブラも22のライフリングトークンと相打ちになってしまいますし、そうですね、フォークロック6点も1枚しか剥がせない状態なんで、と6マナ目まで沼ともう1枚ランドって引いても全然止まんなそうですね、うん、さあこれはかなり佐藤選手の前のめり戦略ハマってますね。そうですね、1マナが飛行クリーチャーが見慣れないんですけど採用されてるのは、やっぱゴルガリの意識がかなり高いんでしょうね、うんうん、確かにもうこの状況を見てると有効ですよね。そうですね、2マナ、1マナ2、1のクリーチャーがまあ優先的に入ってて、うん、まあ、このデッキはおそらく両方入ってるんでしょうけど、ここまで入れるのはまあやはり軽いクリーチャーでビートダウンするのが有効ということでしょうね、うん、さあ佐藤選手しかしどうアタックするか悩んでますね、まあ、地上クリーチャーをどう殴るかって感じですか、うん、ですね、22トークンを殴るかどうかをかなり考えてますね。どうでしょうね、ロクソドンどうせ相打ちブロックになるんなら、まあ4点通してチャンプアタックをしてもいいかなという感じで考えてそうですね、うん、ただまあ佐藤さんからの負け筋としては、まあ、全体除去しかないんで、まあ、最終の最終側ですかね、それまでにライフを詰め切らなければいけないんで、こんなに強そうな場面でもまあランドランドって引かれてしまうと一応一掃されてしまうんで、まあ、2ターンしか猶予がないというか、まあ、2ターン以内に詰め切れたらまあそれに越したことはないですからね。結果として今高橋さんは暗殺者の戦利品を唱えられる状況なので、まあチャンプアタック含めてアタックしに行くとロクソドンが除去られて、まあ22が1個失う形になりますが、でももうランドもらえるとまあ土地も起動できるようになるし、そう悪くなさそうですけどね。どこまでいくか、手が何があるんですかね。これはロクソドンがもう1体あって、もう欲張るとか考えてますかね。軍団の上陸が見えますね。とやはりこれロクソドンっぽい感じですね。アタックかロックソドン、どちらかアタックかとりあえずアタックでしょうかね。あ、いやロックソドン出しましたね。はい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 、さらにこれはこっちの方が詰め切るのも早いかなという判断なんでしょうかね。一応
まだあのマイナス4のラインを超えてるのはロクソドンだけなんで、なるほど、間に合ってしまうと一気に高橋さんがまくる形になってしまいます。飛行クリーチャーは一応除去しておく、うん、ただまあこれだとランド起動されるので、まあ3、3が1、1になっただけ、うん、ああ片付けましたね、もう次のフルパンで終わりな、さあ佐藤選手鮮やかに1本目を勝利しました。そうですね、さあもうかなり思ったよりも高速でしたね。超速ですね、ランド1枚で止まってね、うん、1ターン目高出して終わり、2ターン目高出して終わりなのに、ね、もう圧倒的な場面になっていて最後びっくりしますね。高橋さんの方は、まあ、ミクロマナというよりはちょっとスペルブラスカとか重いところが来ちゃって、うん、くだらない肉とかで地上クリーチャーまず止めるところから始めたいところ、うん、まあちょっと重いカードばっかり引いて、まあ沼を引かなかったのもまあ厳しかったですし、うん、まあそもそもスペル自体が噛み合ってなかったかなという印象ですね。さあここからサイドボードに入ります。そうですね、まあ高橋さんのリストもまあそののしげみ歩きがメインに採用されてて、でサイド後も全体除去などがまあ入ってくるんで、まあそれなりにガード高そうなリストに見えますね、うん、一般的なリストだともう少しガードが低くて小さいクリーチャーに殴り殺される展開になりそうですが、かなり、うん、まあ、前半戦はまあ探検クリーチャーと軽い除去でしのいで、もう重いカードでそのゴルガリミッドレンジ同系だとかコントロール戦を戦うようなリストになっているので、うん、まあそこまで相性的には悪くないかもしれないという感じですね、うん、逆に佐藤さんの方はもうゴリゴリの白いにって感じですね。サイドボードについてもどうですかね、あんまり変わるのかどうかが全然想像つかないので、うん、プランニングがどうなってるかわからないですね。やっぱり全体除去が入ってるかどうかによってもかなり変わってくると思うので、うん、入ってなければ、まあ、6マナまでしか来なければ、まあ、どんどん展開していく感じで2ゲームもいいんですけど、うん、まあ、この今出てる黄金の死ですか、このカード高橋さんは採用してるので、まあ、それをやってしまうと、まあ、一気に流されてしまってどうしようもなくなるっていう展開にもなりそうですね、うん、さあかなりお互い入念にサイドボードを行ってますが、さあ佐藤選手ですが、しかし佐藤さんの方、うん、まあ見た感じそんなに、まあ、全体除去をくぐり抜けて勝てる信頼のおけるフィニッシャーがまあせいぜいライラぐらいしかないんで、うん、まあ多分ゴルガに対してのサイドボーディングがおおむね決まってるでしょうから、まあ、サイド後もアクセル全開でいく感じなのかもしれないですね、もしかしたら。結構最近のアグロデッキはかなりサイドボード後に速度が変わるような赤いカードが、そうですね、メインが火力でサイド後は除去として機能する都合上多かったんですが、まあ白いにはそこまでの器用さがないんで、まあそのまんま1マナクリーチャーバラバラと並べるかもしれないですね。採用に関してもまあ4マナの方の全体除去はそこそこですが、このマイナス2修正黄金の死の方はまあ入ってたり入ってなかったりなんで、まあ高橋さんは結構たくさん取ってるんであれですけど、まあ、一般的なリストに対してはもうそのプランで十分勝てるからいいという形になっているのかもしれないです、うん、確かに3枚というのは結構意識を変えているってことですかね、アグロデッキに対して。このカードがめちゃくちゃ強いのは多分ベナリア賞を使うタイプのデッキだとか、うん、こういった白ウィニーだとかになると思うんで、まあ、その辺のデッキに足元使われるのをまあ懸念してるんでしょう。メインボードはかなりまあ、受けというかそのミッドレンジゲームというよりはもう終盤戦で勝つというような感じの構成になっているので、かなりプレイン増加がもりもりと入っていて、除去のスロットもかなりブラスカの侮辱とかライフゲインプラスは何でも対処できて、でまあそのジェスカイコントロールに対してはまあ暗殺者の戦利品のランドも、まあジェスカイがその2ドローの薬術師の眼識ですか、あれでも全然マナフラットしないんで追加の土地も結構嬉しいんですね。テヘリーにまあ戦利品打たれて土地をもらうっていう動きはその辺も意識して、まあ、ブラスカの侮辱はかなり多めに取られてって珍しいという印象ですね。さあデッキリストの方はですね、決勝戦が開始した頃ぐらいに、おそらく公開されるかと思いますので、それまでお待ちください。
佐藤選手のデッキはベナリア氏も入ってないんですね。そうですね、もうすごいですよね。3ターン目にはもう全体強化戦闘を殴って感じがもうもりもりと出てきますね。ベナリア氏ってカード、まあ一番強いコンバットをするのが5ターン目ですからね、まあ、その手番の次の手番にはもう最終のモードが打たれてしまうんで、まあ、5ターン目のコンバットだとまあ3ターン目に張ったやつしか生きないんで。なるほど、ね、そうですね。でランドも切り詰めたい都合を、まあ、多分入れないんでしょうね。結構すごい構成ですけどね。かなりもう5ターン目より早い探石をしているというと、ね、そうですね。もう6ターン目は絶対もう迎えたらそもそも負けてるというような構築なんでしょうね、うん、なるほど。で高橋さんはマリガンで、佐藤さんはバッファリングエンドですが、不可解な終焉ですか。不可解な終焉が多分のしげみ歩き対策ですね。のしげみ歩きは対処しないと意味不明なライフゲームされてしまうんで、それ用に一応除去サイドインしてる形になってそうですかね、うん、ちょっとちらっと見えただけなんでわかんないですけど。高橋さんはメインボードにのしげみ歩きを出してきたんで、うん、もう入ってたら、まあ、メインボードとサイドボードで結構そこそこ散らしたり、まあ、メインボードにたくさん入ってたりするんで。なるほど、ね、このカードはさすがにマスト除去に近いんで、うん、まあ、それ考えてもこのカード採用されてないことのしげみ歩きは多いんで、うん、まあ、これも入ってる分、まあ、高橋さんはそこそこガードは高そうにはなってますが、カード差で押し切る形になるかどうか、うん、まあ、6枚になったところで、まあ、マイナニーがぶっ刺さったら一体何交換になるんだっていう話になるんで、結構やっぱ引いてるカードかなり重要そうですね、うん、さあ高橋選手ワンマリガン後はどうでしょう。あ、マイナスにはありますし、まあ、多分ランドも黒黒ありそうですね、うん、ああはいはいはい、ね、でも一番出てきますね。タカが出てきますね。ああすごい、このカードは除去しないといけないですか。さっきあったような気がしましたけど、どうですかね。あ、ありそうですね、うん、まあもう探検クリチャーも次から出てきちゃう感じなんで、やむなく除去を感じにしますかね。1マナクリチャーを2体展開するか、うん、どっちにするかというと2枚引いてそうですね。一応高橋さんのランドは緑マナも出てレンジャーも出てあるんで、うん、まあ除去られなかったらもうライフ25点ぐらいまでいっちゃうんで、まあ、除去しましたね。さあ除去ですね。さあこの不可解な主演は一応戦場から消えると3-3特化出てきてしまうんですが、まあ非常に軽い除去ということですね。でまあ、レインジャーを出して探検で、まあ、除去がめくれて、うん、まあ、この探検が2回とも成功か失敗かは分かんないですけど、うん、まあ、プラスカウンターが乗ったのは黄金の死を打つ都合では結構嬉しそうですね。この逸は残ってくれるんで、うん、で手札にゴルガリの収集人ですかね、もうあるんで、かなり肉厚な展開で、地上クリーチャーもシャットアウトできそうですね、うん、回収もブラン、魔法区の枝渡りですかが落ちたんで、まあ、一応次の弾を出すことはできそうですね、うん、で飛行クリーチャーがある程度溜まったところでマイナス2で流すといった感じになりますかね。 4-3 だとクロックも結構高いんでダメージレースもできそうですし、うん、さあ佐藤選手はやはりマイナス2マイナス2がちらつく分ちょっと展開を考える感じですかね。しづらさそうな、そうですね、まあ、そもそも手札に結構除去がいっぱい引いちゃってて、うん、まあ、クリーチャー出してレースよりもとりあえずはクリーチャーをリムーブしてっていう展開も考えてそうですね。マイナス2が入ってるかどうか予選ラウンドで、まあ、当たっただとか見ただとか、うん、そういう感じで入ってるかどうかわからない状態なので、まあ、全部1マナクリーチャーとかだと全部ぶっ破しそうな感じなんですけど、そうですね、うん、どうなるかわかんないですね、うん、かなり状況によっているハンドなんで、さあこののしげみ歩きもどちらかというとラブニカのギルド発売前はちょっと地味な存在だったんですけど、そうですね、一気に採用され始めましたよね。そうですね、やっぱこの環境のアグロは正しくアグロでライフゲインすると結構逃げれるんで、うん、さあここで2体クリーチャー展開ですね。これは7枚なんで昇殿まで行けば一応飛行クリックとして入るんですが、これは、まあ、派手に踏みそうですね。もう打っちゃうかな、そうですね、ですかね。4ゴルガリの収集人を出すか、もう次のターンには5点食らってしまいそうな、あーリン、はいはいはい、これでもそのままテンポよく、もう0マナのカードですね、実施でもう流しましたね。一応トークンが1個残りますが、それでも1対3交換はされているんで非常に厳しい。
さあこれが11のハンコクリーチャーと、もう2枚しか手がないですからね。これはかなり派手に食らってしまいましたね、うん、やはり知らなかったのか割り切ったのかわからないですけど、さあもう1枚追加したが、これはちょっと昇電にはまだ遠そうですね。そうですね、一気にパーマネントが減ったんで、うん、リングまで含めて 1,2,3,4,7 枚ですか。次のターン遠ばなそうですね、2枚しかカードがないんで、探検探検でブラスカもらいましたね。ライフゲインもできるんで、うん、しかも修正値が高いんで、白ウィニーの小さいクリーチャーではかなり落とせなそうですね、うん、一応状況をして、まあ、クロックを継続しますが、しかしまだ2点ですからね。 1,2,3,9 枚ですか。あ、じゃあ次状況なければ昇電しそうな感じですね。で、不可解な終焉はあれは一応3-3のトークンにすることができて、4マナの方は割ることができない、3-3のトークンにしようかなというところですかね。カード数を減らすのも兼ねて、さあブラスカ3-3特にしそうですね。とりあえずそうすれば全部地上クリーチャーになりそうなんで、なるほど、ね、ちゃんとも割れるんですか。割れるんですね。珍しいトークンはさすがに持ってないです、うん、恐竜トークンは相手のだし、うん、2枚稼げるカードほとんどないんで、このターンはちょっと1体チャンプアタックの形でブラスカを落とすアタックになりそうですね。もうどんどんカードが減っちゃうんで昇電が遠のいてしまいますね、うん、そうですかね、まあ、1個だけプレイヤー行ってもか、1個だけプレイヤー行っとくかという、どうせでもまあその2-1がブロックされるか意味ないですね。さすがにブラスカは放置はできないんですが、3-3トークンですね、あ、こちらが高橋さんの場にいると。まあ、手札にはゴルガリの収集人があったはずなので、そうそう、まあ、割られても壊されてもというところですかね。ですね。とこれは厳しそうですね。もう、うん、13となると白ミニはそんなに簡単に削れる水準じゃないんで。さあこのリソース勝負に持ち込んでからがゴルガリの本領発揮と。ところですかね、そうですね、もうほとんどウィンコンディションに近そうですけどね、うん、で間違えて、まあ、2枚増えるベナリアシとかが出せればまだ分かんなかったですけど、入ってないもんは引けないですからね。さあブラスカに2体アタックしていく、そうですね、2-1をブロックしたいだろうということで、プレイヤーに通るのはこれになるからというアタックですね。そうですね、で1体倒しておいて、うん、またカードが減ってしまったので、次も昇電はしなそうですね、うん、ランドですね。さあランドを置いて、地上クリーチャーやはりもうこの中心で今度止まってしまいそうなので、三三も殴ったるかという感じですね、殴りましたね。で収集人でブラスカ返す、3四が強い、タップインでおしまい。さあこれはかなり佐藤選手厳しそうですが、高橋選手ライフが12と、今カウントが8枚なんで、うん、飛べばなんとかといったところでしょうか。あ、2枚稼ぎましたね、2枚稼ぎましたね、が10ですか。10さあ間に合うのか、しかしこれはおそらくブラスカで対処されてしまう、そうなりますかね、ブラスカのマイナス能力かプラス能力でもうライフゲインをしにいくか、ね、まあでも一応ランドもそんなにめちゃくちゃたくさんあるわけじゃないんで、まあ、パッとにマイナスに2長除去って地上クリーチャーしかいないんで、まあ、おそらくブラスカを落としに行くことができなくて、次からゲインするという感じになりそうですね、うん、そうですね、飛行クリーチャー落としました、ね、先に対処していきます。さらに魔法のエドあたりも追加、まあ、クリーチャー2体しかいないから殴ってもなんとかなるけど、あ、もう完全に守りに行きましたね、うん、そこをクリーチャーとか警戒しての形ですね、うん、マナエナリアの分子とかかな、あ、5マナでアロクソなんですか。でも厳しいですね、やはり地上のクリーチャー、うん、44は一応は一番でかいサイズですけど、ダブルブロックで結局落とされてしまうんで、うん、どんどんブラスカでライフゲインしながらリソースを稼いで、その茂み歩きもここで引きましたね。ケンクイちゃんにたどり着ければライフ水準も回復するんで、うん、まあ、生半可な飛行クロックでは負けなくなりそうですね。とりあえずマナを出してサクってドローになりますかね。あとあれか、回収の土地もあるけど、まあでも今は枝渡りしか落ちてないんで、まあでも最終的にそっか、次の手番で枝渡りを回収して3点ゲインは確定してるんです。
マナを出して、サクリファイス。で、1点ゲイン11。ブラスカの侮辱も盤石ですね、さすがに。ここから1枚でまくれるカードは存在しなそうなので、あのデッキには。もし入ってたとしても、ライラ程度だったので、もう確定条件を持たれてしまったら、おしまいでしょうね。3、あ、もう打ちに行きましたね、6スの。もうダメージレースの構えですね。さっさと勝とうということですかね。まあ、一応軍団の上陸の変身とかも嫌ってですかね。収集人がアタックに行きそうですかね。さあ、ここで。収集人がアタックに行きましたね。のみがアタックとサインですね。一応除去られたら一番困るクリーチャーだからというか、ね。あの茂み歩きも追加してタネド。1マナ、それも息切れですね、完全に。ラグ承認をしましたが、アーレインジャー6点、あーもう遠いてしまった。そしての茂み歩きが352と、エランドビビアンリード、うーん、何でも出てきました。さらにこれはさあ次のビビアンリードも、あ、もうなんかもうすぐ出せますね、畳むようなジェスチャーを佐藤選手してましたけれども、サクってドローしてビビアンまでたどり着くね。はい、なるほど、投了ですね。さあ高橋選手が2本目は取り返して、ゲームカウントが 1-1 となりました。まあ、やはりマイナス2がキーカードですね。ダ、うん、ね、ーレンカードで一気に流されてしまってゲームが決まったので、なければ、1マナ21は昇電してかなり飛行クロックが大きくなっていたんで、うん、そのまま押し切れそうでしたが、うん、やはり入ってるかどうかでかなり変わりそうです ね、 ですね。さあこれを受けてちょっとサイドボードも変えるようですね。どうですかね、まあまあ、どういう感じなんですかね。これに対抗できるカードがあるかというとというところではあると思うんですが、除去とかのスロットをちょっと差し替えるんですかね。どうなりますかね。まあでもやっぱり先手なんでアグロの利を持った状態で始めれるんで、まあマイナ2さえなければという感じにもなりそうですけどね。今マイナ2は3万なので、まあ引けばかなり打ててしまうからしそうですね。まあ、ただ修正値マイナス2なんで、まあ、1、2のクリーチャーとかプラス1カウンターで育てるとかすればまあ耐えることができるので、うん、そういう動きをまあ狙いながら動くというそういうプレー面でのまあケアはできるかもしれないですね、うん、1マナ1、2のファルコンとか、まあ、タフネスが2あるんで、なるほど、ロクソードはマイナスに当たらないですね、そもそも、うん、現在第10画面上第11期ってなってるんです。こちら第12期のスタンダードシーン挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。左がボロスアグロ主将の佐藤玲選手、そして右がゴルガリミッドレンジの高橋優太選手となっております。あ、インフェスト懐かしいですねまあ僕もこの環境のドラフトをやっているときにみんながインフェスト、はい、インフェスト言ってて、まあそういうマイナス2修正のカードがあったんだろうなと察したことはありましたけ ど、 知らないです、そんなの知らなかったもうドラフトとかで遊んでるとリミテッドっぽいカード何でも昔のカードになっちゃうんで結構わかんないですからね。そうですね、結構昔からのプレイヤーの人はねそんな感じでいたりしますからね。逆にまあそれでみんな伝わるようになると新しい方のカードに全然覚えないですからね。そうですねみんながみんなちょっとあだ名みたいで呼び始めちゃって、ね、大変なんですよね。まあそうですね、僕も結構テラーとか言っちゃいますからね全然テラーではないんですけれども。さあここで、他のタクの試合結果が、届きました。宮田選手対井上選手の試合は宮田選手が勝利、そして山崎選手対相田選手の試合は山崎選手が勝利、そして井川選手と東海林選手の試合は井川選手が勝利となっております。こちらのタクが最後の準々決勝ですね。ここのブロックが井川さんの相手になる形になりますね、うん、トーナメントのあれでは。
もし高橋選手が勝っても佐藤選手が勝っても、そうですね、井川さんの方はもう決まってるんで、はい、元ハレリアプロス対決が次もあるかと思います。現在はビッグマジック所属の佐藤選手ですが、元はハレリアプロスと、高橋選手も元ハレリアプロス。な、高橋さん最終抜いてたかな、うん、もう6ターン目とかじゃないですかね。確かにそうですね、打てるのが、まあ、全体状況ではあるんですが、6ターン目ちょっと遅いですね。シャッフルが終わって、準々決勝3本目がまもなくスタートとなります。はい、そうですね、準決勝に進出された他の宅の方の使用デッキですが、まず、宮田選手が、デスカイプリンズウォーカーコントロール、そして深川選手が、あ、こちらも赤白アグロですね。これも似たようなデッキを使っているということで、一緒かな、これほとんど一緒だと思います。なんか一緒にちょっと調整してたみたいな話をさっき聞いたんで、ほとんど同じだと思います。そして山崎選手が、こちらも赤白アグロですが、ちょっとこれはベダリアシトが入っていて重めの、ね、これが一般的なボロスアグロと呼ばれるデッキですね。なるほど、ボロスアグロですね。ちゃんと4マナ域のクリーチャーとかで、まあ、どんどんとクリーチャーを出していって戦う感じですね。1マナ1マナ1マナみたいな動きはしないで。なるほど、なるほど。さあ、高橋選手入念にシャッフルを行っております。また1マリーガンですかね、高橋選手は。佐藤選手がキープをしているようなので、おそらくマリーガンではないかなと。もしかしたら、うん、マリガンしてるとしたらマイナスに探しに行っててもおかしくないですけど、ね、なるほど、なるほど、確かにそうですね。しかし、まあ、佐藤さんもこのゲームでマイナスにも確認したが、うん、まあ、何かずらしてくるかもという、あれもあるかもしれないですから、なかなか、まあ、こそこのハンドラットも大体キープすると思います。黄金の死はありますが、土地がちょっと少なさそうか、1枚だけかな。探検の銃じゃないですか、これ。そうですね。で、死の重みがあって、まあ、軽い干渉手段は一応あるんで、2枚目のラウンドが続きましたね。うん、で、まあ、マイナス2からとりあえず除去をするスタートですね。うん、まあ、立ち上がりとしては、その次のターンに従者が出るんで悪くない。ああ、しかしアナントの戦闘、このカードかなり止まらないし、ね、止まる死の重みを使ってしまったので、うん、のしげめ歩きから行きましたね。探検クリーチャーがあるんで、結構ライフ追従は持ちそうですが、うん、まあ、全体強化系で一気にクリーチャーサイズが上がってしまうと、ちょっと止まらないという展開にもなるかもしれないですね。うん、どうなりますかね。2マナで、あ、除去、除去れましたね。これは非常に大きいですね。でクリーチャーを出して、非常にテンポがいいですね。うん、探検クリーチャー、アナントの戦闘を基本的にブロックすることができるので、ダークネスを4行くクリーチャーは入ってないので、さあ、ここで探検こっちが入って、さあ、これだとちょっと佐藤選手、まあ、スタートとしてかなり成功している感じですね。そうですね、うん、結構向こうもしっかり動いてるんで、かなりさばかれている感じですが、まだまだなんとかダメージは稼いできそうで、このターン4ターン入って11で、どう展開がこのターン、あ、でも結構ランド、あ、しかしペイ2ってことは、なるほど、走りましたね。オールプラス1で1、2になったのがかなり響いてますね。この探検がプラス1カウンターになったらまだ良かった感じなんですけど、かなりダメージが入りますね。6点の10点アタック。まあ、チャンプしますか。チャンプしましたね。うん、で、6点入って残りが9。たまらんとさ、これはかなり強烈。本当に、凄まじい。トップスピードですね。さ、ライフは早くも9、高橋選手。
おお、ここで黄金の死が刺さる。いやー、凄まじいタイミングです。全部出し切ったところで。これにはおそらく、高橋選手もにっこり。いやー、これは9は遠いですね。おー、しかし。ここですごい凄まじいゲームになってきました。これ多分、すごい量の1マナクリーチャーが入ってるんで、うん、また一瞬で盤面埋めるような展開になりそうですね。おー。さあ、この実験の狂乱。終わったかと思ったら終わらないですね。凄まじい。チュパカブラがもうさっさと勝つカードとか、あれですね、エンチャント破壊できるカードを探しに行ってる感じですね。ブラスカとかビビアンリードとか、あれ戦利品が効いたんで、そうですね、これで OKOK というところで、さあこのボーナスタイムに何体展開できるか。これでランドだと、もう止まっている、まさか土地なのか。これはあ、リンガー、テンポ悪いですね。これ全然たくさん出せない状態で、トロタンサッチャーの戦利品を食らってしまうんで、いやー、見つかってしまったかという感じですね。で、さあ、ちょっと唱えられない感じですよね。そうですね。行ってしまいましたね。いやー、もうカムバックかと思われたんですが。そうですね。まさか返せるのかと思ったら、探検クリーチャー一気に掘り進めていきましたね。このデッキの実験の狂乱はすごいですね、しかし。そうですね。1マナクリーチャー何体でも出てきますかね。うん、ランドさえ来ない限り、唱え続けますが。探検を挟んで、うん、さらに送信もプリンツウォーカーとかを探しに行ってる感じだな。リアルリード探すもんすぐ出てくる、できますね。探検クリーチャー非常に掘ることで安定性とかも上がるんで強いですね。で、ドロー後にキャスト、ドローおおむね土地っぽいからドロー後に打った方がいいということです、うん、そうですね、シャッフルするんで、はいはいはい、まあおおむねインスタントのカード入ってるんで恨みもないですし、いいですね、いいプレイですね。一応スタックで何かは考えてますが、何かできることはあるのか。なんでしょうかね、うん、ちょっと悩んでいる。あ、なんですかね、シャーフ、でもトップ、あ、そうか、これで今、そうか、トップを見た状態だから割れば土地を、なるほど、でも土地をサーチしないという選択肢について考えてる感じですかね。トロフィーのデッキ見るのは強制じゃなかったような気がするんですけど、ちょっと戦利品のカード数出しますね。はい、あ、選んでもよそうですね。なんで、まあ、自作で起動する意味は、まあ、ないですけども、探さないかどうかを考えてる感じですね、解決時に。取れました、うん、探さないと、探さないですね、うん、まあ、一応はトップが、まあ、カードではあるみたいですね。でもアイナル軍師から、まあ、意外といい肉が出てきましたね。3-4-4-4とビビアンリードに対してのプレッシャーになるカードがトップデッキから何か降ってくると、意外とこのめくれでランドとかだったら、しかしレンジャーが 4-3 なんで、ロクソドン、ああ、なるほど、レンジャーを取り返しに行ってクリーチャーでクリーチャーを歩っていく感じですね。でレンジャーがめくれた、4-3に確定して、また次のスペルを次のレンジャーで探すという感じにもしそうですが、ランドがあればクリーチャー回収土地も起動するマナー余裕ができるので、どっちにしようかなというところですね。次のブロックが2-3、4-3と4-3で結構いいブロックになりそうなので、まあ、2個乗っけて、レンジャー乗っけるかどうかは悩ましいですが、乗っけそうですね、乗っけましたね。なるほど。で、トップデッキから何が降ってくるのか知っているカードのはずですが。先ほど温存したカードですが、ベナリアの軍師ですかね、3。なるほど。の軍司令だと6-6と5-5だけど、コンバット後にロクソドンが縮んじゃうか。いや、でも結構いいアタックになりそうか。結構、軍司令なら結構いいアタックになりそうですね、2体アタックは。ダブルブロックとチャンプみたいな形になりそうですね。まあ、シャッフルしないの選んだぐらいだから、そこそこなバリューなカードだと思うんですが。あ、軍司令ですね、そうですね。で、2体アタック。入ったアタックか、5-5だからロクソドンが縮ん、5-5と3-4ですよね。うーんと、軍司令を殴るかどうか結構難しいですね。5-5と6-6ですね。6-6か。で、5-5が死んでしまうと、まあ、6-6か5-5に縮んでしまうんですが、まあ、縮んでもまだ死なないんで、どうブロックしても、まあ、全部殴るのも悪くない感じですね。
リミテッドみたいな盤面になってきましたね。レインジャーがかなり探検が成功して、成功か失敗かわかんないですけど、なんか、ランドランドって掘ってんじゃなくて、スペル落とす、スペル落とすって掘ってってるんで。高橋さん、手札、土地ない状態ですかね。こんなにたくさん探検者に全員プラス1が乗っている。また、余剰な土地も、まあ一応、黒の特殊地形の軌道で、まあ欲しいといえば欲しいんで、まあ、一応一旦ではありますが。さあ。サイズ的には佐藤選手はかなり負けていない感じです。ここはロクソノンだけです、ね、ロクソノンだけです、まあ、ここダブルブロックされるんだったら、確実に2体落とすことができるん で, そうです、ね、で最終的に軍司令で、まあ、追加のクリーチャーも強化され続けるから軍司令ダブルブロックされればこちらの方がいいという判断ですかね、うん、次の手番で、まあ、ビビアンが中性値3ですかね。なんで2体アタックでどっちもチャンプチャンプってなるなら、まあ悪くないですからね、うん、あと、まあ、結構不利なんでトップデッキの、まあ、プラス1、1、1、2、こう、まあ、基礎攻とか、そういうカードのバリューを上げるためにも、まあ、一応この軍司令は取っとくかという感じにしてますかね。プラスでクリッチャーを探しに行きますね。もうどんな肉でも結構厳しいですね。枝渡りですね。結構強力なカードが全部下に、あ、まあ、マイナス2とかもいらないから、まあ、微妙ですかね。はいはい。さあこの場面高橋選手欲しいのはやはりクリーチャー、まあ、あと勝つカードがもうさっさと欲しいって感じでしょうね。6ブラスカーとかでもサイドアウトしてるかもしれないですけどね、まあ、除去でもいいですね。こうなると軍師は結構バリューが高いんで微妙な探検クリーチャー落としそうですかね。もう1枚探検で落とすことができるんで、まあ、掘り進めていきそうですかね。これは残しますかね。多分落とすと思います。もう1枚掘れるんで、まあ、1枚見た方がいいかなとは思いますが、どうするか。落としましたね。でもう1回探検をしてこっちが加わってタッピンしておしまい、うん、もりもり掘ってきます ね, そうですねクリーチャーを出しているだけなので、うん、頼むといった感じで見ますが佐藤選手絞っている金ポーカーやるときの味方になってます ね, すねこの人この場面だと5-5と4-4で、うん、そうですね 5-5 を2-1と3-2でブロックで4-4の方4そこまでしなくてもか3、うん、まあ、でもどっちかダウンブロックしないとまだ落ちないサイズか。そうですね。ちょっとビビアンに対して2体アタック仕掛けるとクリーチャー全部吹っ飛ばせそうですかね、多分。さあ、レインジャーは1体4-3。そして片方が3-2と。いいブロックがない感じ、うん。そうですね。あんまり一応クリーチャー全部吹っ飛ばすか、ビビアンが落ちるか、チャンプが挟まるかといった感じのアタックにはなりそうに見えるので。まあ、ちょっとビビアン放置したら結局肉は無限に出てくるんで、うん、まあ、殴りに行って全部弾け飛んで結局ビビアンでもう全肉ができ続けてって感じになりそうですね、うん、ああ殴りませんでしたね。やっぱり惜しかったですね。対する佐藤選手はもう早く後続をどんどん引き続けたいという感じですかね。まあ、そうですね。ビビアン、うん、結構枚数掘れるんで、まあ、クリーチャー1枚ぐらいは強いですね。さあ、うん、どんどんとアドバンテージ差が開いてきますね。このレインジャーが強力で、レインジャー出して適当にカードを掘りに行って探検クリーチャー落としてます。あ、エンガー渡りは落としたランドもらって、うん、まあ、黒土地の軌道を学ぶも確保できているんで、うんうんうん、起動するかな。チュパカブラとかしか落ちてのしげみ歩きとかでライフ水準を上げに行くとかを狙うかどうですかね、うん、まあ、クリーチャーとりあえず横に展開しておけば回避能力も違いないん で、ね、とりあえずはクリーチャーに変えてもいいかもしれないですが、地上はかなりがっちりですね。チャンプブロック、ダブルブロック、なんでもありって感じで、一応飛行クリーチャーは出てきましたが、まあ、その気になればビビアンリードで落ちますし、チュパカブラ回収で落としそうですね。これは落とすのは、まあ、ベナリアの軍司令になりそうですかね、うん、2点クロックとかだったら多分もうレースにぼちぼち入ってもいいかなと思ってそうなんで、うん、1体落とせばパワー3のところまでは殴りに行けるんで、かなりたくさん殴れそうですね。そうですね。でももうどんどん、うん、そうですね。もうこれはビビアンで勝つというよりはもうどうダメージ詰めちゃって勝てそうだからということで、2ターンで勝つ感じでどんどん除去ってきましたね。ここで一気に高橋選手攻勢に転じます。そうですね、まあ、これでビビアン開始、まあ、落ちることがあったとしてもクリーチャーをタップしなきゃいけないんで次のアタックを受けれないから、うん、まあ、おおむね積んでるだろうってことでビビアンはもう大丈夫だっていうことで、あ、畳みましたね。さあ、ここで投了。さあ、準々決勝フィーチャーマッチを勝利したのは高橋優太選手でした。おめでとうございます、はい、さあ、こちらで準決勝進出となります。はい、いや、佐藤選手もあわやと、いやー、すげえ分回ってるなと思ったんですけど、すごかったですね、トップからマイナスが出てきちゃいましたね。あれはびっくりしましたね、うん、いやー、もうかなりね、
ゲームのその戦況が揺れ動くいいゲームでしたね。はい、